はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。本日、私地元の町内会長を務めておりまして、消防署の文書がですね、新しくそのうちになりますよということで住民説明会というのがございまして、それに参加してきまして、皆さんに、お伝えしたい内容がありましたので、動画を撮影させていただいておりますので本日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。今ご覧いただいているのが大館市消防本部のホームページになります。大館市消防本部さんのホームページにお邪魔をしております。現在大館市の消防の文書なんですけど、まず組織アクセスの方を見ていきますと、文書がですね、比内田代北文書の、3つの文書になっています。ここにそれぞれ、消防車それから救急車などが配備されている形になっております。で、私が今、住んでいるところがエリアとしては北文書というエリアなんですけれども、北文書が、どうも建設されてから50年経過したので、そろそろ建て替えじゃないかということも、手狭になったというのを踏まえまして、新しいエリアに、新しい建物が建設されるということで、説明を受けてきました。その際に、消防庁からのお話で、実は、救急車呼ぶときに、救急車の呼び方、通常は119に電話をして、来るまで待って誘導してっていう形になるみたいなんですけど、それぞれの文書に直接車で行って、で文書から、救急車に乗って出発するという裏技があるということを聞きました。どうも救急車呼ぶのはちょっとっていうことで、私立病院ですね、大きな総合病院の方に直接車を走らせて救急車の代わりに自分で、自分でというか家族で運転していくという人も結構多いらしいんですけど、それをしなくても文書に直接行って救急車に乗って大きな病院まで行くということができるということを聞きました。ただこれはあくまでも裏技じゃないかなという気はするんですけれども、意外と件数的には多いようですので、そちらの方も参考にされてもいいのかなと思いまして急遽動画を撮らせていただいております。基本的には、救急車を呼び方っていうのをしっかりと理解した上で、必要な時に利活用するというのが一番いい方法だと思いますので改めてお伝えいたしますと、こちらの方は、大館の消防の方でですね、作っているリーフレットになりますのでこちらの方を参照しながら最後にまとめをしていきたいと思います。119番通報は慌てず落ち着きゆっくりはっきりと災害の種別をお伝えください。119番は火事救急救助それぞれのまとめの電話番号になります。火事ですか救急ですかということを最初に聞かれると思います。火事です、救急です、それぞれお伝えください。来てほしい場所、それから目印になる建物というのを伝えていただくのがいいようです。携帯番号で最近、スマホから電話かけられる方が多いらしいですけども、電話番号を家にある固定電話でかけるとある程度の、位置が把握できるようなので固定電話がおすすめだということもホームページ上に載っていますのでそちらの方も参考になさっていただければと思います。なお、慌てていると電話をした人が一生懸命伝えるのを先にしようと思うらしいんですけれども、必要な事項は、プロが、ゆっくりと聞いてくれるらしいので、最初に火事ですか救急ですかというのに答えたら質問に随時答えていけばいいというのをコツとして載っていますのでそちらの方も参考になさっていただければいいのかなと思います。今回は救急車ということですので
火事ですか救急ですかということに救急ですとお答えいただきまして、住所、アパート、特定の目印などをお伝えいただいて、救急の際はお電話いただけるのがいいのかなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで本日は万が一の際、119番救急車を呼ぶ呼び方並びに 裏技についてお伝えさせていただきました。普段なかなか電話しない番号だとは思うんですけれども、まあ、こういう動画もたまにはあっていいんじゃないかなということでお伝えをさせていただきました。本日の動画がためになったという方はチャンネル登録高評価いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。いつも消防の民間でお手伝いをいただいている方本当にお疲れ様です。今後とも身の回りの困ったことにはぜひお手助けをいただければなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。スーパースーパースーパー